去る23日、日本大阪市は米サンフランシスコが慰安婦像と非分の受け入れを承認すると、姉妹都市関係を解消するとの意向を明らかにした。大阪市の吉村博文市長は23日、声明書を通して、エドウィン・エムリー・サンフランシスコ市長に慎重な対応と拒否権行使を要請してきたとしながら、 最終的に慰安婦像を受け入れたサンフランシスコに強い遺憾を示した。また、姉妹都市は固い信頼関係を基盤とする。リー市長の行動で大阪とサンフランシスコの姉妹都市としての信頼関係は消滅したとしながら、両都市間の縁を解消したいと付け加えた。